東大寺学園中学校、高等学校は奈良県奈良市三笹町に所在し中高一貫教育を提供する私立男子中学校、高等学校。高等学校においては中学校から入学した内部進学の生徒と高等学校から入学した外部進学の生徒との間では第二学年から混合してクラスを編成する併設混合型中高一貫校。 東大寺が経営母体である。東大寺学園中学校高等学校は1926年に東大寺の社会貢献事業の一つとして設立された今市中等学校が母体となっている。戦後進学生となってからは1947年に全日制の阿波オ中学校を新設1948年には今市中等学校を 今ン高等学校と解消した。1963年、学校法人名を今ン学院から東大寺学園へ解消し、全日制高等学校である東大寺学園高等学校を新設。それに伴い、青青中学校は東大寺学園中学校へ、今ン高等学校も東大寺学園高等学校定時制へ解消した。1974年、 定時制過程を停止する。東大寺境内の頃は、高知が狭く運動場を模索用であったが、1986年、三笹町の自然豊かな4万平方メートルを超える地に移転した。旧校舎は、行動、体育館のみが、今主会館を経て、改修の上300人規模の今週ホールとして活用されている。それ以外は2008年秋に解体され、跡地に、 東大寺総合文化センターの東大寺ミュージアムが設置されている。もともとは大正時代に全日制、定時制二つの旧制中学を同時開校する構想があったが、東大寺の財政事情が急変して片方しか設けることができなくなり、社会的に緊急性が高かった定時制を先に開校することを決定した。終戦後の新学生を間近に、 旧制中学が新生高校に移行されることから、新生中学は公立においてもゼロから作られる予定だった。奈良市内の小学校保護者が不安を覚え、旧制中学のような男子だけの新生中学を作れないかと、東大臣の清水君明に相談し、昼間空いている校舎を活用して開校する運びとなった。青青中学校一期生は歌唱平常中学校として、 近隣の小学校から募集され、1947年4月に設立認可、青青中学校と正式な公明が決まった。人材育成を早期させる、司教の一節、生成者がが由来。一期生が卒業を控えた1950年1月、全日制普通科高校設立について保護者と校長が懇談したが、設立には至らなかった。 青青中学校卒業生のほとんどは近隣の県立奈良高校へ進学していた。例えば1961年3月に卒業した84名のうち約70名が奈良高校に約10名が奈良女子大学文学部付属高校へ進学した。優秀な生徒を引き続き教育したいとの声が内部からもあり、昭和30年代に入ると全日制。 普通科高校を新設する機運が高まった。1960年2月の東大寺達中会議で、全日制普通科高校の新設が決定され、同年4月の青青中学校入学生から6年一貫教育が期された。1963年の東大寺学園中、高設立以降、中学校卒業者は新設の東大寺学園高等学校へ内部進学することになった。 東大寺学園高校設置により、1963年4月から、法人とすべての運営校を新名称、東大寺学園で統一し、一斉に名称変更することになった。制服は、高校では今市中等学校以来なかった。中学校では青青中学校以来の詰め入りがあったが、生徒会の活動により、標準服扱いとなった後、1995年に廃止されている。 生徒手帳がなく、代わりに、生徒証という三つ折りの紙がある。仏教校である特徴として、入学式、卒業式の際に、東大寺の僧が挨拶に来ること、休校者時代は、峠校時に大仏殿に向かって一礼する慣習があったことなどが挙げられる。大仏殿一礼は、ほぼ唯一の仏教的な慣習だった。境内地から移転した今でも、生徒証提示で、 大仏殿、三月堂、階段院などを無料で拝観できる。高速と呼ばれるものはないが、生徒の守るべき規則として、生徒心得がある。現行者は、中学棟、高校棟、天堂殿、園遊館、体育館、上グラウンド、下グラウンド、中庭などからなる。並び立つ中学棟と高校棟の間に、天心殿が立ち、その上を渡り、廊下が結んでいる。 高校棟の横には図書館棟が中学棟の横には園遊館が立つ。傾斜地に建設されているため、半地下の1階を含む4階建てで、一部教室からは東大寺大仏殿や幸福寺50棟を遠望することができる。東大寺境内の旧校舎時代は、グラウンドはないに等しく、体育の授業などでは、県営カスのグラウンドを借用すると,とともに、 大仏殿の北東にあった通称第三グラウンドと呼ばれる小さなグラウンドを使用していた。夏の水泳授業では県営カスガのプールを使用していた。また、東大寺の境内もランニングコースとして体育の授業や運動部の練習で利用されていた。2019年度か気球期間より中庭に中学棟の増築が行われ、2020年春に竣工した。 その教室を利用し、2021年度より中学の定員が200名へ増員された。中学行動特教育の時間を用いて、東大寺僧侶や関係者のもと、東大寺に関する文化、思想、伝統行事などを学習する。二月堂を友だにて、東大寺学園幼稚園園児と田植え稲刈りする体験もあり、収穫されたもち米は、 修辞会のお供え持ちなどに使用される。兄弟姉妹のいない一人っ子家庭の生徒が少なくないため、年下の園児をお世話することも学習のうちとしている。創立以来、明確な宗教教育がなかったが2011年から開始。学校主催行事ではないものの、東大寺での聖武天皇祭を新入生が見学する。高校生はこの祭礼行列を含め、 夏休みの売店事務など、東大寺関係のアルバイトをすることができる。聖武天皇祭の5月2日及び大仏様秋の祭りの10月15日は、全校休校日となる。生成祭は、毎年9月に催される文化祭である。生成祭における、天神殿前の様子中庭で行われる、ミスター美少女コンテスト。舞台の一番奥に立っている人が助走した生徒である。 生成祭公式パンフレットによると、通例主になどが行われる。休校者時代から長年にわたって中止されていたが、2005年度より当時の中学校1年生が非公式ながら再開。2006年度は当時の中学校1.2年生により開催された。そして2007年度より学園の公式行事として認められている。休校者時代には体育祭の代わりに、 球技大会が開催されていた。また、冬には、サッカー大会も開催されていた。現在は、球技大会は、学校行事としてではなく、各学年ごとの行事として行われている。中学生対象。休校者時代は、東大寺の境内で開催されていた。大仏殿、二月堂、三月堂、田向山や渡風などをぐるコースを、多くの生徒たちが駆け抜けていた。 現在の大会は、放送の付近から木津川に沿って北上するコースである。中学2年時の国内旅行、沖縄県、東京都、北陸、四国方面であることが多い。中学3年時、滋賀高原であることが多い。高校1年時、槍ヶ岳、穂高連邦など、北アルプス方面となることが多い。高校2年時、オックスフォード大学のカレッジにて、 教員、学生と交流。2016年から開始。2019年には希望者が多かった。ためブらいトん大学への短期留学プログラムも設けられた。高校2年時の国内外旅行。学年投票で決めるため、北海道、小笠原諸島、台湾、ベトナム、マレーシアシンガポール、オーストラリア、バルト2国、ロンドン、など行き先は様々である。中止が、 最多投票だった都市は実施されなかった。全2番。作詞は竹中薫。作曲は川澄健一。作成当時、コーチは東大寺境内にあり、若草山の麓の窓にというフレーズを残している。活発で近畿大会、全国大会などへ毎年出場している。運動系では陸上競技部、ハンドボール部、公式テニス部、文化系では クイズ研究部、百人一首部、囲碁将棋部などが競合である。芸術系の発表会においても、音楽部、写真部、書道部などが入賞。試験で基礎形式のものでは、国際科学オリンピックなどで国際大会へ出場している。掛け持ちで活動する生徒も多く、進む学校ながら、自主裁量により、高校3年生まで続けることができる。 加入率は2019年1学期時点で、中1生113%、中2世109%、中3世111%、高1世88%、高2世91%、高3世30%。文化系は、高2世が部長を務め中高全体を牽引し、運動系は、大会出場単位となる高校。 中学それぞれに首相など役職を設けることが多い。クラブは部と同好会に区分される。生徒会予算から単独で配分されるかどうか、学校の公式代表として大会に出場できるか否かという差がある。以下、掲載順序や実績は学校公式情報に習った。顧問教員の過文化祭の出展等で活動する有志団体という活動形態も存在する。 部や同好会がなくとも個人的なチャレンジを奨励していることが課外活動の特色である。進路指導の柱として憧れを貫いてもらうこと。大学入試は人生の大きな節目だが人生の目的ではないを掲げている。普通開地コースのみの設置校だが、東京芸術大学などの美術系難関校、気象大学校などの文部科学省所管外。 難関校といった多様な進路も特色である。理系志望者が約7割を占め、高校3年時は、例年、理系4クラス、文系2クラスの編成となっている。進学先は、京都大学が最も多く、学校別合格者数で、例年トップ5に入っている。東京大学への合格、進学も多く、に大学を合わせると卒業生数に対して、例年、 約半数が合格、進学している。医師志望者も多く、京都大学、東京大学、その他の国公立大学医学部医学科を合わせると、卒業生数に対して、例年、約7割が合格、進学している。私立大学合格者数は2020年、元老を合わせてなど、現役時に国公立大学のみを受験し、浪人時に、 国公立大学と併願して受験する生徒が多い。ため、私立大学合格者数は老人生による割合が高い。東大寺学園高等学校については、同窓会も青青中学校と合同で形成され、名称は東大寺学園同窓会生成。1期生マイナス13期生は青青中学校 OB、14期生以降は東大寺学園高等学校 OB、 と構成している。二千十八年三月卒業生が六十六期生で、会員数は約一万二百名。東大寺学園同窓会生成以外に、今週中等学校から東大寺学園高等学校定時制のラインの同窓会、今週会もあり、別に構成されている。また、卒業生の保護者だけで構成する、あずまい会もある。同窓会と混同されやすい。 生成会は PTA である。東大寺学園の本流である、今週中等学校の初代校長ではなく、青青中学校初代校長の清水君明から数える。国会議員中央官僚統治法。ありがとうございます。